バルトロメウディアスは、ポルトガルの公海者で、ヨーロッパ人として初めて、希望峰に到達した。資料によっては、英語名のバーソロミューディアズと表記される。1993年に発行された2000、エスクード紙幣に肖像が印刷されていた。父、ディニス、ディアス、祖父、ジョアン・ディアスは、共にエンリケ公海王子に仕えた冒険公海者。 バルトルメウ自身も王宮の騎士として、また王室貯蔵庫の管理者として王室に仕えていた。また、ディアスは軍艦サンクリストの公会長も務めており、1481年のディオゴリア・ザンブージャの黄金海岸遠征にはディアスも同行している。旅の背景1486年10月10日、ポルトガル国王ジョアン2世はアジアに至る。 公益路確立のためのアフリカ集会公会の遠征会長にディアスを任命した。この公会の主要な目的には、エチオピア方面にあるといわれるキリスト教徒の王の国を探し、ポルトガルとの友好関係を樹立することも含まれていた。プレステ・ジョアンについては、すでに最近の報告として、ジョアン・アホンソデアベイロによって届けられていた。年月、 ディスボンを出港する。彼の艦隊の構成は以下の通り。アフリカ南端までの旅路ディアスは最初、その洗練にディオゴ艦とマルティン・ベハイムーに発見されたコンゴ川川口に向けて航海した。そこから海岸に沿って南下し、現ナミビアのウォルビス米に入港した。1488年、南位29度、現南アフリカ共和国のポートのロス付近でディアスは、 嵐にあって13日間漂流していた。嵐が過ぎて陸地から離れてしまったことに気づいた、ディアスは陸地に近づくために投進するが、陸地に到達しない。そのため北上してみると、陸地が西側に現れた。ディアスたちは気づかないうちに、アフリカ南端を通り過ぎていたことになる。2月3日にモッセル湾に上陸。これをもって、ディアスのアフリカ南端到達としている。ディアスは、 アフリカ南端のアガラス岬、南岸のグレートフィッシュ川をめぐり、このまま行けばインドまで到達することがはっきりした段階で引き返した。これは乗組員の不満を抑えきれなくなったための妥協の結果と言われている。1488年5月、キロに希望ミネを発見する。ディアスの希望本発見とはこの時であり、資料によっては、 アフリカ南端到達時期と混同されることがある。リスボンへの期間1488年12月、実に16ヶ月と17日に及ぶ航海を終えたディアスはリスボンに寄港し、ジョアン2世に成果を報告した。ディアスは当初、その苦難の皇帝から希望本ではなく嵐の岬として報告していた。だが、東方への道を開くという成果に喜んだジョアン2世が、 希望本として名前を変えさせた。1497年のバスコダガマのインド航海に際しては彼も水先案内人として艦隊に参加し、ベルデミサキまで同行している。1500年、ペドロ・アルバレス・カブラルのブラジル探検隊に参加し、ブラジル発見に立ち会うが人の海難事故のため高い。ディアスの孫、パウロ・ディアス・デノバイスは16世紀に入職者として、 アフリカに渡っている。ディアスの功績として希望本発見はあまりに一般的である。が、彼の本当の功績はヨーロッパ人として初めてアフリカ南端に到達し、その後のインド到達への道筋を確実に記したことにある。それによってヨーロッパ人は中東のアーラブ商人を介さずにインドアジアと直接交易が可能になった。そして最終的には、 大西洋岸国家の交流と中東、地中海岸国家の凋略にまでつながっていった。ありがとうございます。